去年の締めくくり忘年祭にお呼びいただきまして、イーノの皆さん、そう忘年祭、そうタイトル忘年祭なのね。そう、イーノの皆さん、ありがとうございます。ジラソーとしては、このレッツキミル、今年2013年は1月の新年会に始まって忘年祭で終わるというありがたいあのね、場面をいただきまして、本当にありがとうございます。 ありがとうございます。そして先ほどのバグーンさんの皆さんからはバイヤでグイッとバトンを受け取りましたので、ここからはグイッとですね、バイヤで盛り上がっていただきたいと思います。最初に聴いていただいたのはアジェンボーという曲でしたけれども、この後はイレアイエの曲を3曲歌いたいと思います。来年年明けて2014年はイレアイエが創設40周年 ということですので、イレアイエの曲をね、やりたいと思いますけれども、1曲目はペロラネグラ、イレペロラネグラという黒真珠っていうね、タイトルの曲です。肌の色を黒い肌の色を黒真珠に例えた、すごく力強い歌ですね。そして、キーブロコエエッセという曲と、ウーマイスベロドスベロスという2曲、全部で3曲。 すごくイレアイエの中でも有名な曲というか代表的な曲で、この間イレアイエのフェイスブックのページを見てたら、そのキーブロコエッセイという曲をイレアイエがリオに行って、リオでなんかアミンドクルスとかも一緒に歌ったりとかしててね、すごい有名な曲ですね。ジラソーのフェイスブックのページがありますので、みんないいねしてください。<笑>じゃあイレアイエの曲を3曲聴いてください。
夜通しその便利だ。テムスカベのドリソヌブレーキパウェイ。ソムスキリ夜通しその便利だ。テムスカベのドリソヌブレーキパウェイ。
注目してください。今年も出演させていただいたんですけれども、2月の11日に、サウジサウダージ J リーグ、サウジサウダージに出演させていただくことが決まりました。ありがとうございます。これも2013年月見るで始まって月見るで終わる皆様のおかげでございます。ありがとうございます。前売りチケットを私がたんと持っておりますので、興味がある方はぜひお声をかけていただきたいですし、あとフェイスブックからもできるよね、メッセージとかね、できますので、フェイスブックの受付はあちらになりますので、ぜひよろしくお願いします。今年も1年ありがとうございました。最後の曲を、また足で、ね、踊って盛り上がっていきたいと思いますが、入れ合いよりももう一つ古いブロコ、フィリオジカンジといえばの足といえばオリオガンジアイですね。正面で一人だけうなずいてるんですけどね。ありがとうございます。一緒に盛り上がっていきたいと思います。フィルジガンジバダウエイレアエマレシバレオウオバ手に見してゆく木鉢ぬコラソンフォサジウマカンソンキテンドンジカンタ手に見してゆく木鉢ぬコラソンフォサジウマカンソンキテンドンジカンタ。